休み時間ラジオです。まあです。ノーミルク佐藤です。はい、お願いします。でございますんでね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ということで、お願いします。今日なんですけどもね、木坂さんの記事なんですけども、ストライカーキャンプっていうのがやるんですってね。アンダー15世代のストライカー候補を集めて、ね。いいことだわ。すごい、ゲストコーチには元日本代表フォワード大黒アンド前田良一。いやー、いいことよね。すごいですね。29日からっていうことだから。うんうん。あ、違う違う、7日。5日から7日だって11。11月ですね。ストライカーキャンプ。ね。うん。それで、参加する方がアンダー15。大宮アンダー15の平家くん。うん、うん、ね。広島ジュニアユースの新潟アンダー15とかいろいろ。いますね、いらっしゃる。15歳以下を集めて宿泊しながらストライカーを育てる、ワクワクしますね先生。いやー、これはねすごいブルーロックだ、ブルーロックだってね思っちゃいますよね。ねえ、いいですよね。妄想しちゃいますけど、これ何が一体怒られんだろうみたいなねえ、朝叩き起こされて急にクロス飛んできたりするわけでしょ。ジェレレレレレレンつって、わーってメイクしてるみんなにね、センタリング飛んでくるわけでしょ。決めろ10本みたいな、決めろっつって何なの、これは超面白いよね。勝ち残りバトルでしょ、だから最後に残った一人が本当のストライカーだみたいなことでしょ。パリ世代のストライカーとしてねいきなり一人ずつ落ちていくっていうか、 おかず抜きになっていくわけでしょ。そういうことですね。ね、これは大変だ。早朝ヘディングシュート、ね、うん、寝起きボレーシュートね。あとその日の練習でね、うん、あのゴール決めた数だけミートボール夜食えるとかね。いろいろ。いや、わかりません。ご飯粒かもしれません。デコイラン成功でおしんこをもらえたりとかね。なるほどね。ありえるかもしれませんね。栄養バランスのためにもいろんなフォワードのプレーしなきゃいけないみたいなね。いや、そうだわ。ちょっと妄想しちゃいます。PK 獲得でね、その日の練習で。デザートついてくるとか。うんうん。こうあるでしょうね。ロックシュート決めたら、シャンプー獲得とかね。水ですから基本はね。いや、アンダー15のストライカーキャンプってどんなんですかねって言っても妄想してたんですよ今日僕。なるほどね。うん、ちょっと本当だいぶブルーロック感っていいっすよね。いやね、ただあんな施設はね用意できないでしょうから、うん、地下に閉じ込めるみたいな、まあね、だから厳しいでしょうから。うん、ミートボールでしょ、だから。いや、可能性が高いですね、ちょっとね、出てきますよね。今日は手入れてないからお腹すいたよって15歳以下のね、可愛い子たちがね、その横で大黒コーチが、ゲフもう食えねえよ、ミートボールっつってね。どんだけ食ってんだよ。いや、あんたコーチでどんだけ決めてるから。めちゃめちゃ決めてるから。めちゃめちゃ決めてるから。うまいでって言いながら。それを見て、ね、思春期のね、もう腹減らした成長期の男の子たちが、明日こそお腹くんみたいな。そういう地獄のトレーニングなんじゃないですか。かもしれないですね。あとの休憩時間、水着ギャルとかが用意されて、キャッ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 つってね、横のプールで遊んでると。中学生の子たちだよ、だって。その子たちにセンタリングが飛んでくるわけですよ。もう、ね、よそ見すんな、決めろっつって。なるほどな。思春期のなんか心のブレさえもゴールに、うん、変えていけと。いやー、思春期の雑念すら認めないっていうね。いやー、雑念エンターテインメント。あとあれじゃない。レジェンドコーチのセンターバック全員かわすまで寝れまてんとか。風呂上がりの浴衣でね、旅館の、はい、自分の部屋まで帰る。旅館何回泊まるのか。和室に帰るまでに、レジェンドセンターバックが待ってるわけですよ。井原さん、秋田さん、宮本さん。同じ日に試合やるよ。加藤久さん、ね。ここは通さないよ、つって。でそこをドリブルで突破しなきゃいけないわけですね。なるほどね。で15歳以下の子たちはもう浴衣の帯がほどけたらアウトです。風呂入り直しです。罰ゲームです。罰ゲームは。いいみたいな感じじゃないか、もうお前は。罰ゲームは朝までミーティングルームで座学です。玉本邦重さんによりますメキシコ五輪の自慢話です。朝まで。朝まで銅メダルを磨かされます。うわ、で朝が来たらまたクロスの嵐ですよね。いや帰りたくなるだろうな。3日間行われますからこれメニューはね。いやそうだね、妄想しますとまだまだメニューあると思うんですよ。ん、yeah、いやまあたくさんあるでしょ。中田秀俊さんによる、はい、到底追いつけないパスに追いつく授業とかね。
金使いすぎじゃない JFA この合宿だけの成績悪かったら座学です。朝までミーティングルームで朝まで、うん、ミーティングルーム何するんでしたっけ。日本文化がいかに素晴らしいかをコツコツと、あと朝まで中田さんに言われるっていうね、うん、適当なこと言ってますね。15歳の時から刷り込まれるわけですよ。日本酒がすごいんだぞって言ってね。飲めねえのによまだ焼き物ってすげえんだぞとか中田さんに言われるっていう、ね、パスより追いつけませんって言ってね。いやあとやっぱストライカーって何が大事って要求することが大事。確かにだと思うんですよ、うん、だから僕の妄想ではねこれ取り入れた方がいいんじゃないかなと思って、うん、はい、食事の時も強く要求しないと白飯出てこないとかね。ああなるほどね。コックさんにねコックさんも涙を飲んで出さないね。で要求のタイミング早すぎるとオフサイドだからこれ玄米になるとかねどういうことだよ。いやいや、なんかすごい気になるのは、なんか今回どんな基準だったんだろうなってのがすごい思ってて。選出基準ですよね。はい。はい、なんか、すごい良くなったなって思うのが、うん、このポジション別みたいなことって昔からやってはいるんですよね。ちょこちょこ。ああ、そのゴールキーパーの、そう集めてとか。そうそう。ただね、3、4年前、いわゆるハリル時代にね、はいはい、ゴールキーパー合宿とかあったんですよ。はいはいはい。その時多分アンダーとかの枠なかったと思うんですけど、うん、いわゆるハリルがいわゆる招集したんですけど、はい、185以上とか190以上じゃなくて4番みたいな。ああ、はい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 。そういうのがあって。なかったかもしれないですよ、そんなね。そう。で、それだから最近やっぱキーパーとかディフェンダーめっちゃ身長高いじゃないですか。はい、なんかやっぱそういうのも JFL の中でこうできたのかななんて。思ってるんで。これもストライカーはどうなんでしょうね、サイズとかはね。でもアンダー15だからこれから伸びますもんね。まあそうなんですよ。ちょカリキュラムみたいな時間割だけみたいな。後悔してほしいね。でもなんかこれゲストコーチなんて昔呼んでなかったんで、はいはいはい、これで大黒さん前田さんとかやっぱり呼べるようになってきたってのはこれすごいことですよね。すごいよね。これは楽しみ。シュートヘディングシュートボレーシュート、ね、ーデコイランカズダンス、ね、最後違うなね、でもそうですよね、うん、遅刻したらもう罰ゲームです。岡野さんに連れてかれて勧誘されます。おい鳥取来いよ来年鳥取来いよまだ会えよ、ね、みんなユース移籍でしょ、そうですねあとちょっとね、サボった子も罰ゲームですね。秋田さんに岩手連れてかれてセンターバックとして英才教育されます。急にだなまあそんなこともね起こるかもしれ、知れなくねえよ。そんなことは起こらねえよ。15歳からね、すごいねこれね。こんなから出てくるかね。いや出てくると思いますね。平家さんっていうのこれ、土井さんと吉馬さん、小山さん、山田さん、塚原さん、いっぱいいますね。でもだから本当5、6年前とかここにね、でもいわゆる大勢宮代とかがいましたから。ああそういうことか。出てくるでしょうね、3、4人、はい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 、J1 クラスが、と思いますよ、ね、バイキングのご飯とかもね、コックさんの目を盗んだタイミングで四角から入っていかないとおかず取れないとかね多分そのところで一番取ってんのが前田良一さんでしょうね、前田さんのデコイに隠れて、うん、15歳が取れるっていう、ね、取れるかどうか、そこら辺だね。そうだね。でもやっぱね、これ今回呼ばれてる方々もいわゆる各クラブチーム、はい、そのマリノスジュニアとか京都ジュニアとか U15 とかもすごいんだけど、はいはいはい、やっぱ他にもラランジャ豊川とか東急レイエスとか、うん、いわゆる地方ユース組じゃないね、いろんなところから地域クラブ系というか、ここら辺ってやっぱね、あれなんですよ、超輩出してるんですよ。あ、そうなんだ。ストライカーを育ててきた町クラブなんだ。でもあるし、はい、あとちょっと個人的なこと言えば、うん、東急レイエスから関口くんって入ってるんですけど、東急 S レイエス、 S レイエス、はい、はい、僕もともと東急レイエスに教え子行ってて、あ、東京これ神奈川、へえ、そこから実は清水のユース行ったんですよ。へえ、今ドイツいるんですよ。へえ、そう、7部かなんかやってるんですけど、すごっ。そう、へえ、だからなんかレイエスはちょっと練習とか見に行ったことあるからなんか思い入れがあって、なんか頑張ってほしいななんてちょっと思っちゃいますね。なんかストライカー哲学みたいな、本当に座学とかあるのかね。あー、どうなんでしょう。ストライカーとは、はい、ストライカーとはみたいな
みんな違うこと言いそうですけど、なんかね。そうだね。俺の思うストライカーはこうだっていう。そうだね。自分勝手であれ、うん、自分勝手であれみたいな。でも言ってたら自分勝手じゃねえよ。そうだね。協調性などいらぬ。協調性などいらぬ。協調性しかねえじゃねえか。右へ習えはクソくらい。はい。右へ習えはクソくらい。習ってんじゃねえか。ねえ。人それぞれ。はい。人それぞれ。そうだ、面白いね。いいね。いや、なんか DVD とか出ないかな、これね。でも、いや、出てほしいですね。JFATV でやってほしいな。でも、この間のね、アンダー22、2連勝しましたけど、結局、ハイライトだけでしたね、出てきたのはね。ああ、見ました、見ました。はい。でも、もしかしたらスタッフ違うのかななんてこと、ちょっと思っちゃいましたけど。ね、はい、はい。いやー、ほんとね。そうですね、藤尾さんがね。藤尾さんね。細谷さんもね。細谷さんと、あと、郷家さんとね、決めてましたよ。いや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 、楽しみですね。覆面ストライカーがいるんじゃないの、最終日とかに。佐藤久人さんと岡野さんが覆面かぶってアキレス腱だけ気をつけてもらいたいですね。あいつ誰だっつって足一歩目の出しだけ早かったように見えるけどみたいな。紅白戦とかないわけでしょ、だってこれみんなストライカーなんだから。そうですね。ねえ、あでもだからブルーロック的になるかもしれませんよ。本当のフォワードだけ、本当のフォワードのやつはフォワードやって、はい、あとだから、なるほどね。他の役やんなきゃいけないみたいな。そう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 。ああ、そうか。ありえるかもしれない。はい、まあでも、基礎したらキーパー合宿の時一体どうだったのかとかなっちゃうんで分かんないですけど。そうですね。キーパーばかしかも、とにかくもう本当、あれでしょ、ゴールが、うん、庭に出たら、グラウンド出たらゴールが11個用意してあるとかでしょ。まあそうですね、はい、でもだからもしかしたらあれじゃないですか、うん、プラスアルファ近くのその高校とか大学の方々にもちょっと来ていただいてみたいな感じになるんじゃないですか。なるほどなるほど、うん、はあはあはあ、いや楽しみだな。これちなみにアンダー17の合宿があったんですけど、はい、大学 1,2 年生選抜に勝ってましたからね。はあ、とんでもそういうこともとんでもないんですね。いや、とんでもないんですよ。トップオブトップってのは本当ですね。うん、まあちょっと楽しみです、ここからね、どんなメンバーが出てくるかもね。でもあれじゃない、宇宙飛行士の試験みたいにさ、はい、部屋にカメラとか共同生活の中でどういうパーソナリティかも試されるでしょこれ。ああ、そりゃそうですよね。明日のだってトップオブトップオブトップを決めるわけですから。いや、そうだよ。部屋で5人のね、部屋で揉め事があったとするよね、ストライカーだらけの、うん、普通の揉め事、うん、間に入ってなだめようとするやつ、はい、いりませんってなんじゃない。はい、コネクターいりませんね。最後まで意地張った2人が残るん違う、パーソナリティ審査では。いやー、そんなモニタリングあるんですね。あるんじゃない、もうお風呂とかもあると思うよ多分。これだからあれでしょ、MC 前田良一さんで、さあ本番をやってまいりました、モニタリングっ。一番やっぱりシャワーの温度熱いやつがストライカーでしょ。言ってもそんな豪傑みたいな人じゃない。お風呂入るとき前隠すやつはもうストライカーじゃないでしょ。ってことは大迫さんとか絶対隠してない。隠してません、収めてます、収めてます、収めてます、収めてる。ポストプレイ、ポストプレイです。いやでもそういうのあると思うな。おなゆさんも大丈夫だね、ええ、そのライブはね。もう隠さないです、ストライカーは隠さないです。なるほどね、ええ、クールハスさんは隠してない。隠してないです。あ、トイレとかも流すやつはもうストライカーじゃない。いやダメだよ。トイレは流すな、トイレは流すな。流せ。一番太いやつが9 っていう数字になってるやつがもうストライカーです。とかやっぱあるんだと思うよ、こういうスペシャルな世界は。僕らがお呼びもつかないようなものがね、なんか見つかるんでしょうね、お箸の持ち方綺麗なやつはもうストライカーじゃないです。いや、生きていけなくなるから。手づかみ、ストライカーは手づかみ、ストライカーは手づかみ。おかしいな、前田良一さんとか箸使ってた気がするんだけどな。血の滴る肉を手づかみ。あと先生、僕、ね、これ料理提供した側に問題がある。僕はね、あれですよ、はい、疑ってますよ。何をですか、ストライカーキャンプっていうぐらいですから、本当のキャンプかもしれませんよ、これ。川べりで釣りとかしながら生命力を試すキャンプかもしれない、ね。サバイバルの方だったんですね。本当のストライカーは指で魚を食いつかせてますからね。釣り糸など垂らさない、釣り糸など垂らさない、ストライカーは手づかみ、手づかみ。
じゃあ、前田さん、大黒さん、お願いします。はい、ジャパーって言っても、口でくわえて、でも口でくわえて出てきて、これがストライカーだ、さすがっつって、ああ、なりてーっていうかもわかんないですよ。ね。俺、まさ、そしたら奥からのプライベートの岡野さんがもう魚10匹ぐらい持って上がってきて、何やってんの生活してるっつって。さすがストライカーっつって。やっぱフォワードはそうじゃなきゃいけないですね。あ、何あ、そうなのお前ら。あ、じゃあ取りこいよ、とりあえず。なんで全部買いない。ストライカーだけのキャンプなんて、普通にしててもあれでしょうね。みんなもう最後の仕上げしかやんないですから大変ですよ。あ、そうね。誰も火も起こさなければ、うんうん、誰もテント張りませんし、うん、誰も水運ばないですよ。あのバーベキューのとこで、あの紙皿にあのソース垂らして待ってるだけですみんな。ゴール前のことしかやんないんだから。あえねえよそしたら。でそこで誰かがちょっと俺ちゃんもうしょうがないな、野菜切るわ、俺火起こすわ、はい失格っつって。我慢できないやつはダメですよ、ストライカー。前線最近ビルドアップのために落ちてくる方で前線で待ってるやつしかダメですよ。ビルミーノどうなるんだ、ビルミーノ。我慢できないやつはストライカーダメですよ。ほら、大黒さんたちを見ろっつって、迷いなくピクリとも動かず待ってますから、背筋ピーン。前田さん動いてたよ、早くっつって、お腹グーっつってなってますよ、前田さんと大黒さんは。あれがストライカーだっつって。ほら、鎌本さん見ろっつって目つぶってもう深呼吸ですよ、もう紙皿持って。鎌本さんに紙皿持たすなれます。早くしてほしいねっつって。深いな、ストライカーキャンプ。いや面白いですね。いや、これ15歳のね、うん、秋すごいいい経験をするわけですね。そうですね。本当静岡でやるって言ってるけど、本当に静岡の本当どこでやるのかってところから注目ですね。楽しみですね。いやいや、もうとりあえずですけど、はい、皆さんに無事に各学校に戻っていただければ、なんかそれが一番だなって思うようになりましたね。すごくワイルドになって戻ってきたわねって先生、担任の先生がね言うような、なんかちょっとたくましくなって戻ってくるみたいに言うじゃない、今そういうキャンプもあるんでしょ、あの命の尊さとか子供の、あ、はい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 、鳥の命をいただくのをあえて見せるとかあるんでしょ。ありますよ ね、たくましくなって帰ってくる子もいるせて、あれどうするこれ ですけどもね、はい、11月8日からね、だから各学校戻りますけど、鎌本さんがシャモを締めるところをね、みんな。いやーねえ、お前らもこれできないとフォワードできないぞ。鎌本さん、釜飯をね、本当に、はい、で玄米炊くことにハマってるってサッカーマガジンかなんかのコラムで読んだことあるよ。美味しく炊く練習 させられるかもしれないね。やっぱもうね、現役退きましたからね、できることだけど、そこら辺は。なるほどな。成長してほしい、そういうの超えて成長してほしいね。そうですね。やっぱりね、何が来ても迷わないように。確かに。大前自弱と、大前自弱な男になってほしいね。そうだね、はい、で荒々しく決めてくれればそれでも、はい、それに越したことはないと。私ね、取材行ってきますから、はい、これで見たものを全てここで言いますから。ね。それまた来週、来週か、はい、お待ちしております。よろしくお願いします。違うとこ行っちゃった妄想だったらごめんなさいね。いや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 、はい、生きて帰ってきていただければと思います。よろしくお願いします。マジな話、何を言うんでしょうね、はい。でもあれでしょうね、世界語学とかもねやるんでしょうね。でも真面目な話あれじゃないですか、あのやっぱセンターバックの間にどんな感じでこう入っていくのかとか、あとそれこそほら、あのこの間あれだ、ヤベスタで、うん、あの久里さんと雄三さんと健吾さんでやってた、あれ面白かったね、フットボールスタイル ね、はい、であの久里さんのいわゆるセンターバックとフォワードの位置関係みたいな話だったじゃないですか、パスとの、やっぱそういうことを多めにやっていくんじゃないですか、ね、なるほど。じゃあ秋田さんが出てきて、うん、こんなセンターフォワードは嫌だっつってめくり持ってきて、リップゲーだよねやっぱりね、足が速い嫌ですねっつって、で他の嫌だろ俺のことってここにいたと思ったらもうあそこに嫌ですね、続いてこんなセンターフォワードは嫌だ、でかいでかいなー、でかい届かねえなーっつって昔千葉にいたオーロイとかやってきますよ、204センチだっけ、オーロイ嫌だったな
続いてこんなフォワードは嫌だ、臭い、臭いのも嫌だな、嫌だな、誰って言えねえなここマークしにくいなっつって、ね、もはやいない、いないのかよ、嫌だなっつって貴重なベンゼマがいい匂いするとか聞きますけど、逆にね、ああそうなのね、いい香水してるみたいな、ああそれでなんかちょっと油断させんのかな、かもしれない、男に対して、何な、牛丼屋さんとかであんまり男の人がいい匂いだとちょっと嫌だよね、逆にね、牛丼がちょっとまずくなるよね、そうね、何の話秋田さんのめくりが一番見たいですね。いやそうですね。こんなセンターフォワードは嫌だ。いや見てーなー。スライカー講習にようこそ。こんなセンターフォワードは嫌だ。なんでそこの真似から始まってんだろうな。たけしさんの、ね。いや世代だなやっぱりな。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか大した情報も喋れずに休み時間なんでね。休み時間っていうのはそういうことですもん、先生ね。そうですね。次のある授業のために一回頭の中空っぽにする時間ですもんね。そういうことですよ。夕方の方でまたお勉強していただければと思います。よろしくです、はい、こちらもチャンネル登録あのしなくていいです、しろしろしてくれしてくれ頼むから、ありがとう、周りの人にも言ってくれ頼むからありがとうございます、ということで毎日やってます、こちらもチャンネル登録お願いします、またお会いしましょう、井上真央でした、野見里でした、またね、ありがとうございました。